はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム烈火の剣、続きをやっていきたいと思います。はい、よし、終わろう。多分大丈夫な、あ、おぞおぞか、おぞおぞを狙うのか。おー、マジで。あ、リンの元に、なんか来たな、なんか来た、なんか来た。上に向かう、みんなで。マースツーはこっち。リンは多分話せると思うんですよね。よし。トゥ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 。バレスさん。おお、リンディス様、久しいですな。本当ね、1年前のあの後、ワレスさんはすぐ姿を消してしまって。うん、それがどうしてベルンに。何、ちょっとした野暮用でしてな。それよりもリンディス様、戦の最中とお見受けしましたが。ええ、実は。詳しい理由は後ほど。このワレスも共に戦いましょう。うん、ワレスさん、でも本当にいいの。何、キアラン公の公女リンディス様の御ためならば、敵どもはこのワレスが全て蹴散らしてみせましょう。ほう、ありがたいけど。まあまあまあ、うん。それで、あ、レベル、あ、そっか。レベル10ぐらいでクラス10にしましたもんね。まあいいよ。おぞおぞとどっちが強いかな。おぞおぞ。16、13、7、5。16、13、7、5。やっぱ速さな。守備17。おぞおぞ、速さ、守備がそんなないんですよね。よし、行け行け、ヒース、おりゃ、オッケー。ヒースガンガン育てよう。でもあんまり前に行きすぎると怖い。ここら辺でちょっとニニアン、うーん、ニニアン怖いな。で、こっから多分ババってくると思うんですよね。行こう、ソシャル部隊。ソシャル部隊、イサッチでいいかな。イサッチでイサミちゃんとローエンちゃんで2人でここを塞げばいいのかな。レベッカス、うん、でここの村はね、ニノがいたんですよ。ニノとジャファルがいて、ロードで訪問するか。あれ、スー、あ、いや、エルクセーラー、エルクセーラー何かあった時を。で、ローエンちゃんで、ここら辺、まあ、とりあえずこの辺まで行く。うん、多分上から来ると思うんで、そいつらを返り討ちにしよう。レベッカは補助で、こうワレスはまあ買い物でもする。ちょっと、はい、輸送隊どんな感じだったっけ。剣買いました、槍買ってる、斧買ってる、弓買ってる、ライブがない、ファイヤーある、ライトニング、ミール、そんなもんか。あと傷薬やな。ファイヤーも買ってますからね。あ、でも、まあ、ライブ、レストを買う？レスト持っとったよね、1個。まあ、1個買っても、シルバーカードがない。まあ、いいや、買う。で、あ、傷薬かも。傷薬。結構買う。1、2、3、4、5個ぐらい買っとく。はい、バレスお買い物係で。プリシラーでもなるべくくっつけときたいよね。プリシラ頑張って育てます。うん、プリシラとおぞおぞをペアにしたい。こんなもんかな。
でもあんまり前に進んだらダメな気がする。マッスユで、マッスユが届く範囲まで松明。どうだろう、ボスがどこにいるか。ロイドでしたよね。砦までは行っていいのかな。倒せる。砦まで行っていいのか分かんないけど、まあ行くわ。じゃあウッドエリー、力、速さ、速さでいい、速さ、速さ。なんか本来のウッドエリーに戻ってきた感じが。こんな行っていいかな。まあアーチはまだないから大丈夫。問題はない。多分当たって、当たって、よっしゃ、 OK。 でウッドエリの回復、ボスの場所がどこ、ボスがどこにいるのか、ロイドがどこにいるのかがわからない。もうちょっと上で松明使えばわかるかもしれない。プリシラで回復。なんかこの砦が罠っぽいんですけどね。なんかあそこを境になんか来そうな気もするけどな。でこのアーチが怖いんですよね。このアーチが、まあ、いや進もう。こっちは順調。エルクセイ、老園、イサッチ、あの上の村行きたいよな。あの上の村行こうか。あーアーチはちょっと無理なんか。老園でガーってあの村訪問したい。それはでも望みすぎ。いやでも訪問したいですよね。まあ違った、アーチ乗るんじゃなかったな。老園の方が、老園が行くべき。レベッカ降りる。大丈夫、イサッチ、あ、イサッチ、2人で行こう。2人でラブラブアタックで行けると思うけど、社員が痛いな。おい、はい、いやでも、あ、どう初レベルアップじゃない。イーサキング、あ、力、おお、いいじゃない。 OK、 イーサキング大丈夫、頑張れる。うん、セーラ、セーラこんな毎日か。まあエルクこの辺で、エルクなら大丈夫やろ。ワレスはまあいいや、ワレス。さあ、はい、キン。手やりもったいない。剣士、もうよかった。あ、ランスバスター、なんだと。やり持っててよかったと思ったけど。おお、剣士に追撃。盛り上がった。あ、え、アーチで乗ったら消えんの。え、ちょ、イサミちゃん下がるか。
でも森の上やったら、ああエルク回復しよう。森の上に乗っとけば意外といけるよね。ごめん、訪問できる、訪問しよう。そこで止まれ。あ、お、警戒する必要はない。ゆえあって黒い牙に身を潜めてはいるが、お、私はリキア同盟の人間だ。君たちの敵ではない。え、レイラみたいにスパイって感じですかね。リキアの人間、黒い牙を裏で操るソーニャという女がいる。あの人ね、うん、その女と対峙する時があればこの杖を使え。黒い牙の元凶はその女ソーニャだ。え、ネルガルじゃなくて、ん、忘れるな。誰、サイレス、うおーく、誰だ、ランスバス、よし、わかった。ジョイサッチ、レベッカ袖、とりあえずやる。ほい、オッケー。エルクッチで回復やろ。イーサキングでこれは行ってもいいと思うんです。まあ森乗っとけば大丈夫やろ。おい、まあアーチあるけど大丈夫やろ。エルクとセーラーは互いに回復ができるから。ん、レベッカス狙われるな。まあいっか。おで、ヘックンと、あ、リンディス、ちょっとリンディかな、リンで訪問しよう。そのさっきニノっていう子が、あの何かご用ですか。ここには怪我人がいるんです。静かにしてほしいんですけど。私、黒い牙なんて知りません。出て行ってください、迷惑です。そういうこと。まあいいや。さあどうしましょう。こいつ、ヒース乗っていいかな。どっから攻撃してきました、アーチ。ここ乗ってないよね。この辺のアーチが消えた気がするんですよね。なんか霧に乗った途端に。ロイド、ここかな。わかんねえな。まあちょっと一旦切ります。まあいい、ヒースで。おりゃ、オッケー。おヒース、速さ、力、速さ、守備、 HP、 よーしよしよし、おい、完璧な成長、これがいいよ。よし、クリスチラー回復。できればこの章で支援つけたいな。支援する暇があるかどうかわからんけど。ミニアンで踊って、闘技場もやれるならやりたいですよね。闘技場がないとあの杖系が育たないんですよね。さあ、うわ、マドックじゃない、あんまり若くない、昔から。あ、でもまあ結構ね、年が若くても結構老けてる人いますからね。あんまり変わってないですよ、20年前も。何度でも申し上げます、マードック様。このまま現国王の戦王を許せば、いずれこのベルンは。言うな。しかし、待て。そこに誰かいるのか。あ、ん、ん、違う、あ、ヒースとか。ヒースベルン関係者やね。まあマドックが知ってるかどうかわからんけど。アレス、ちょっとマシな武器を、もし戦うことになっても。
応これぐらい持っとく。マリナスの番をしよう。あー、マードックがいましたね。なんかもうちょっと違う人で訪問したら変わるんだろうか、わかりませんけど。レベッカ大丈夫。ランスバスター大丈夫。はい。あらあら、剣士なのに重いんですね、ランスバスター。ちょっと下級職、どっから撃ってきてんだ。この辺、この辺ですよね多分。まあもうちょっと待ってもいいと思う。リンディス、下級職に経験値を集めたい。もう地味な上級職やもんな。イザッチレベル2、レベル3、レベル2。これどうしようかな。エルクッチレベル1、エルクッチでいい。はあ、まあいいや。さあ、ああそう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 、そういうのが大事よ、うん。ちょっとひどかったもんね、魔導士のレベル18、19とか。あの辺ひどかったですもんね。レベッカもレベル上がるな。さあどうですか。ああ力すげえ。オルトが確か力がクラスチェンジして14とか5とかだった気がするんですよね。16のイメージが強い。確か15ぐらいあった気がする、レベル1で。すごいなお母様。ああ牢へ戻ってこよって、イサッチとラブラブしよう。さあ、まあまだちょっとやることないんですけど、待ってみてもいいかなとは思います。はい、プリシラちょっとおぞおぞとラブラブ愛を育んで、まあいくら探査がかかってもいいんですよ。とりあえず突撃型とか増援が来たら対処するっていう方針で行こうぜ。村も訪問したし、アイテムもゲットした、まあ、買い物もね、ライトニングとか買ってないか、まあ後ですればいいか。あ、マーチ切れるまで待とう。もくバネの剣。ああシャイン倒せる。1、2、3、4、5。どうしよう。あ、ヒースで鋼の剣を倒し、よし避けた。そうニニアンがいるから、そうそうニニアンがいるんだこっちには。ニニアンで戻って、で修道者ほっとけばいい。修道者はもう大体誰でも耐えられるから、魔力もそんな高くないし。よし完璧な成長。ヒースでもう一回やる。オッケー、ない。クリシラここ乗っとく。乗るか、一応一応ね。まあコンとは思うけど、ちょっと取り手で回復したい。クリシラまだ回復手段がないから。
まあ、マッシュは食らってもいいか。ふっ、おお、なんだと。ここはまだ平和ですよね。ケベックが食らっとる。セイラも早くクラスチェンジがしたい。戦いたい。あと5回分ぐらいかな、ライブ。ローエンちゃん、エルクッチ、エクリン、マジ？鉄の剣。ヘックン、1、2、3、4、5、まあ、この辺かな。リンに来るかイサッチに来るかっていう感じです。オッケー、いいかな。リンか。おお、追撃はできない。よし、プリシラ回復で、こいつはまあヒースで取れればいいですよね。ヒースを育てる、頑張って。なあ、あ、プリシラ先に回復させとけば一石二鳥やったのに。さあ速さ、お、いいね。オッケー、ドラゴンっぽい、ドラゴンっぽい。あのドラゴンナイト釣るか。ここでしたね。1、2、3、4、5、6、7、ここ森か。森にヒース乗せる。ここバレスは大丈夫。こっから来とったら絶望やな。まあ大丈夫とは思うんですけど。リンディスでやる。OK。こいつどうする？サドラ。魔法高いな。あれ前に行ったらやられそうやもんな。でも倒したいですよね。レベッカで倒すか。はい、一撃。で、ヘルプの回復。あ、ヘクトルの回復が先やったな。まあいっか。いいのではないでしょうか。ドラゴンが来て、うん、わ、なんかちょくちょく出てますね。砦から出とるんかな。お、残りとるよ。うん、2回攻撃して。よしよしよし、えらい、いい子いい子いい子。でこのドラゴンも倒す。うん、結構来とる。1234、
森か。ん？箱森か。1、2、3、4、5。リン壁してもいいんかな。リン壁したい。おりゃ。あ、槍使えばよかった。まあ、いっか。イサッチー、イーサキング。あ、まあいいよ。これリンディスで。リンディスも育てよう。さあ、力技速さ。あ、いいね、守備魔法、オッケー、完璧。金の剣、鉄の剣、まあいいでしょう。リンここに置いとけば多分大丈夫なはず。ヘックンここ。セーラで回復。いいですね、今のところ多分。エルクッチ、まあ、今のうちだけでしょうね。エルクで、エルクっていうかリンで壁できるの。いけ、おい、オッケー。クリスイラで回復。あと食らってる人いたかな。プリシラも早くクラチェンジがしたい。食らってない。あ、ニニアが食らってる。じゃあ戻って、そしてニニアンを、ニニアンを回復、プリシラで。よし、砦乗っ取ろう、もう一回。なんか来てそうな気がするな。大丈夫ですかね。それか魔衆でちょっと松明使う。あ、大丈夫そうだな。大丈夫そうですね。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。